こんにちは、授業準備 TV の梅子です。子どもたちとの毎日過ごす教室、子どもたちの優しさや成長を身近で見ることができる大切な空間ですよね。多くの時間を過ごす教室で子どもたちが喜ぶような工夫が何かできないかなとお考えの先生もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は子どもたちが楽しく過ごすための教室内での実践方法を4つご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。子どもたちが楽しく過ごすための教室内での実践方法、1つ目は学級マスコットを用意することです。投稿者の先生は教室内にマスコットキャラクターを1体置いているそうです。このように一言コメントを書いたり、黒板に連絡事項を書くときなどにも活躍してくれそうですね。クラスの一員として遠足などのイベントに同行させるのも楽しいかもしれませんね。2つ目はいいこと貯金をすることです。クラスでいいことをしている子どもを見つけたら、貯金箱の代わりにした瓶に先生がビーズを入れていきます。ビーズがいっぱいになったらクラスでお楽しみ会を行うなど、子どもたちが喜ぶイベントを行ってみてもいいですね。子どもたちの良い行動が目に見える素敵な実践ですね。3つ目はいいことシールを配布することです。投稿者の先生はこのようにオリジナルのいいことシールを作成されたそうです。クラスの中でお手本になるような行動やいいことをした子どもを見つけた時に配布しているそうですよ。3枚集めたらランクアップしたシールがもらえるなど、いろいろと工夫してみると子どもたちがシールをもらうことをさらに楽しみにしてくれるかもしれませんね。4つ目は学級の木を作ることです。学期の終わりやイベントが終わった時などの節目で、このような学級の木を作ることもおすすめです。子どもたちはそれぞれ自分の反省と成長したところを付箋に書いて貼っていきます。一人一人の思いが詰まった学級の木の根は深く強くクラスに根付きます。学級の木は掲示して視覚的に見えることで、子どもたちが自主的に振り返りを行ったり思い出を遡ることにつながります。学級じまいをする頃には立派な学級の木が完成していそうですね。毎日過ごす教室だからこそ、子どもたちの頑張りや良い行動を認め、子どもたちが喜ぶ環境づくりができるといいですね。ちょっとした工夫がクラスの雰囲気を良くするきっかけになりますので、ぜひ実践の参考にしてみてください。今回は子どもたちが楽しく過ごすための教室内での実践方法を4つご紹介しました。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。